こんにちは、こなつちゃんです。いつもありがとうございます。これ見てください。これ後ろにいるのは千利休です。今日は堺に来てまして、南宗寺に猫飼いさんと行ってきました。あのね、すごかった。枯山水の中に堂々と隠されずにキリシタン灯籠がありました。でもそれはね、あのね、撮影がね、ちょっとね、あの撮影禁止だったので映してないんですけど、あの外側にあったあのちょっとキリシタン灯籠は映しましたけども、でもね、すごかったですよ。本当にちょっとびっくりしました。それとね、すっごい蚊いっぱいいてね、大変なことになりましたが、あのね、今日のね、あの今日の動画ね、どうなる、ちょっとまだ編集してないんでわからないんですけど、どうなるか、まあ、南宗寺と、まあ、南宗寺になると思います。はい、それではよろしくお願いいたします。そうの字だけ。じゃあこれ、あれ、今井宗久、どこに書いてる、今井宗久、あー、ほんとだ、今井宗久だ。ワンちゃん、かわいい。はいはい、うん、へー、天井の墓、曽我兄弟、どの曽我兄弟、どの曽我兄弟、関戸曽我稲荷、虎御前、兄十郎の恋人だった虎御前が石になったと伝えられる虎御石。へー、誰誰、ちょっと待って、ちょっとそんなこと言われたら見られないじゃん。でも、あ、見られないんだ。あ、でもこっち開いてたよね、ここねえ、ここすごいよ。こんなところです、こんなところです、こんなところです。もう進まないじゃん、そんなこと言ってたら。見れるかな、ちょっとここ開いてたけど、いけそうか。どんな感じですかね。え？あ、そうだ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 。なんかさ、あれどこだっけ、私行ったところ。聖国寺。聖国寺にもこの蘇鉄があって、それでさ、なんかね、蘇鉄、織田信長のね、話ね、さっきちょっとね、ちらっと聞いてたんだけど、織田信長がね、蘇鉄を切りつけたら血が出てね、ないや、あ、違うや、なんだっけ、蘇鉄が、堺に帰りたいって泣くんだよ。堺に帰りたいって泣くんだって。安土城に持ってった蘇鉄。あ、そうそう、安土城にね、持ってった蘇鉄が、堺に帰りたいって泣くんで、うるさいから、織田信長か織田信長の家臣か誰かが切りつけたんだって。そしたらさ、血が出るから堺に帰ってきたの。うん、堺に戻したのね。堺に戻したんだって。あ、でもこれは、あそこはなんか大きい、あれはなんだろう、行ってみる。なんだよ、墓に、また墓ですかとかもあるし。また墓に来てしまいました。今井さんの墓どこなんだろう。ちょっとさ、このお墓って、これお地蔵さん、お地蔵、あそこもあるじゃん、新しいのとかも全部あれがついてるんだけど、初めて見た私、このタイプ。昭和だよね、うん、今井さんはどこ。今井さんの墓、これは、これ父森明神でしょ。そしたらどこにあるの、こっち、こっちにもあるよ、なんかほら、こっちかな、稲荷が、これ稲荷だよね、赤くないけど稲荷。ここ曽我稲荷社、虎御石、虎御石だそうです。これが虎御石。そしてだよね、
灯籠のあの下がなんかあれだね、微妙だな、微妙だな、微妙だな、どれだったんだろう、墓ないね、分かんなかった、中に何かあるのかな、祀ってんのかな、もう南宗寺にね向かってんのにね進まないんだわ、こうやってこれもちょっと待って、これもう一回写してみよう、これ何だったのって、地蔵菩薩だ、地蔵菩薩ね、いやもう進まないから、とりあえず行かなきゃ帰られなくなる、南宗寺にやってきました。わー、ここもすっごいすごい塀なんだけど、うわー、この瓦、あららららら、こんな感じ、どれぐらい見れるかわかんないんだけどなんかあるかわかんないんだけど、とりあえず行ってみます。あ、これ見てみよう、ここから林業のところまでだいぶあるからね、あ、結構あるんだ、うん、へー、枯山水の鬼あわれじゃん、見れるのかな、これこちらは見れた気がします、はい、はい、それでは行きたいと思います。ここにまた戻ってくるんだよね、戻ってくるかな、来ない、ではちょっとね、なんか補鉄が弱った時に、うん、まあ、首とか鉄分を、うん、その根元に埋めたんだ、うん、で、ちょっと元気になった、へー、わあ、なんかすごいなあれ。ああ、墓だ。普通に墓地だよ。普通に墓地なんですけど。墓地から入るんだ、ここ。うん、はあ、墓地から入るんだ。んちょっと、人の家のあれなんか違うよね。多分敷地だったと思う。敷地だと思うんだけどね。広いんだね。墓地から入るのはちょっと珍しいな、なんか、うん、このパターンはね、今までにないパターン今までにないパターン、こっち、はい、甘露門、甘露門、寺だったかな、特選案、本当だ、特選案、でもこれもう拝観してないね、うん、臨済宗の大徳寺の塔頭の大仙院に属する禅寺だって、あ、そうなんだ、ね、そうなんだ、これね、境の豪商、そうなんだ、あ、長崎より中国人を招いてたのね、この人推しなんだよ今ね、あ、この人、うん、なんかこの人誰ですか、有名な武将、有名な武将なの、戦国 天下人って書いてるんだけど、うん、1522年から1564年、降ってきたね、あ、降ってきた、あー、降ってきました、持ってるよし、ちょっと一回ね、よいしょ、ちょっとね、今ね雨が降ってきたので傘を差しました、それそれ、もう橋がかかってる、橋がかかってる、あ、なんか水ないね、あ、水ないじゃんこれ、これは何ですかって、え、あー、お茶の壺ねえ、お茶の壺だ、うーん、お茶の壺ね、これもまた変わった灯籠だね、なんかすごい模様が入ってる、変わってる、
ちょっと下の方はなんかあれだよね。まあこんなに埋まってることないよね。あ、もうちょっと土台がね、なんかね、あのあれだよね、でもちょっと洋風な感じだよね、下だけ見たら。うんうんうん、ね、そうそう、洋風な感じ。駐車場が、まあ、そうなんだ、車でも来れるんだね、結構ね。まあ、この石、今でも募集中だ。ああ、今募集中してるのね。南州寺のゆかりの人々。あ、すごいじゃん、なんか、なんか本当はすごいかも。で、今現在地で、これなんかこんな感じでね。で、これが千利休と佐渡。なんかこっちにもあるんだね。ねえ。お茶の人だけ入れるみたいな。お茶の人だけ入れるね。ちょっとこれもなんだろう。海江寺、海江寺だって。これも臨済宗の東福寺派、阿弥陀の如来さんなんだ。そうですか。あ、でもダメなんだ、ほらこれ謝絶とか言って、謝絶だよ。そう、宴会謝絶な勢い。そう、あのね、そうなんだよ。大徳寺とかも結構そうなんだよね。見せないんだよ絶対。なんかあるんだきっと。見せない理由が、見せない理由がね、なんかあるんだよね。なんだかこれ。久しいっていう字が書いてるけどね。行ってみようか。なんだかよく分かってなくて行ってたけど、まだまだ。あー、これは大きい灯籠ですね、うん、まあね、あれだけど、よくあるんだけど。なんかあるか。あ、見えないんだ、なんか見えない、真っ暗全然見えません。真っ暗で何にも見えない、何にも見えない。誰ですか？いやー、わかんない、なんかわかんないんだけど。天慶院、海岸庵と称し臨済宗大徳寺派。本尊は釈迦三尊像。千利休と関係が深く、大阪の陣の後、東庵も現在地に復興されました。そういうことかな。茶道教室やってるよ。茶道教室だって。でもこれ入れそうだよね。普通のあの人はね、見学はダメですみたいな感じ。こっちもダメなんだね。向こうまで行ってくるね、とりあえずどんな感じか。本源院、あ、全然見学できないんだここね。え、配管書いた、配管いたしておりませんだ。
あーでも配管してないんだって。なかなかね。え？今井龍太郎。これは何？何わかんないもん、わかんなくなってきちゃった。あ、これ織田信長って書いてるよ。そうそう、織田信長って何だっけ。ここ織田信長だよ、織田信長。でもね、配管してないからね、何にもわからない。あ、でもなんか鳥居もあるよ、ちょっと鳥居、鳥居があるの。わかんないけど、鳥居があるんだけどね、赤くはないけどね。妹がある、織田信長。あ、織田信長の。あ、そうなんだ、やんだかな。すっごい、ちょっと塀がすごい、もうなんかもうびっちりこの瓦。あ、顔多いですよ。顔多いね。すごいか。違うから来てますね。私は大阪です。大阪ね。どうも。はい。はい、ありがとう。ありがとう。やっと。南州寺。南州寺、ようやく来ました。あ、ここもすごいね、ちょっとこの下、これ河原、ここも河原です。なんかね、すごいお墓から入るよね、なんかどうもなんかお墓から入る感じなんだけど、なんか京都と違うわ。京都お墓から入らないもんだって。お墓はなんか奥の方にあるからさ、ね、普通はね、見えないよね。こんにちは。こんにちは。あ、晴れてきた、よかった。あったよありましたよ、キリシタン灯籠。でもね、撮影できなかったの、残念ながら。こっちもお墓、お墓だね。お墓だね。お墓でした。お墓でした。元のところに戻りま、あ、でもこれキリシタン灯籠だ、ほら。ほら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 。ね。これキリシタン灯籠だよね、この感じがね、ここがね。ねえ。これに隠れてる。茶室だったんじゃない？これね。で、ここの辺も。茶室があるから、うん、これ茶室だったんだ、きっと。ここ、焼けたって言ってたもんね。うん、だからどんな感じなのかわかんないけど、こんな感じでね、こんな感じでキリシタン灯籠ありました。中のね、枯山水の中のね、キリシタン灯籠だよ。やっぱり枯山水にはキリシタン灯籠なのかな